トラウトはアメリカ海軍の潜水艦、タング級潜水艦の一隻。艦名はマスにちなむ。その名を持つ艦としてはタンバー級潜水艦5番艦以来2隻目。トラウトは1949年12月1日にコネチカット州クロトンのエレクトリックボート社で寄港した。1951年8月21日にクラーク夫人によって命名浸水し、 1952年6月27日に艦長ジョージ W キトリジ中佐の指揮下収益する。トラウトは1952年から1959年まで第10潜水戦隊の一艦としてコネチカット州ニューロンドンを拠点として艦隊及び NATO 加盟諸国と共に訓練をび、即応作戦に従事し、北、大西洋からカリブ海の範囲で活動した。 その他ソナー評価試験及び対潜水艦戦演習、先行模擬攻撃演習を行った。北極海で姉妹艦のハーダーとの先行訓練で、トラウトはニューハンドランド島の表現の下を二を268マイル巡航し、通常動力潜水艦としての距離の記録を達成した。1五十九年八月、トラウトは母港をサウスカロライナ州チャールストンへ変更し、 第4潜水戦隊に配属された。1959年9月に第6艦隊配備につき、初の地中海巡航を行う。4ヶ月後、帰還の途中トラウトは、ノルウェーのベルゲンでアメリカ海軍代表と、1960年2月、トラウトは戦隊衝撃試験局の試験艦として実験に参加した。1961年には、最初の戦闘効率賞。 E を受賞した。1963年前半に試験運用評価部隊の支援を行い、7月にはチャールストンで6ヶ月のオーバーホールを開始した。1960年代の残りは第6艦隊の一隻として3度の地中海配備を完了した。配備の間、トラウトは東海岸沖、カリブ海での訓練及び戦術開発演習に参加した。 1970年7月には太平洋艦隊に配属される。カリフォルニア州サンディエゴ母港と指定され、トラウトは1972年と75年の2度の西太平洋配備を完了した。配備ではアメリカ海軍、韓国海軍、台湾海軍艦艇との対戦水艦船演習の支援を行う。これらの配備の間にトラウトは対戦水艦船演習。 南カリフォルニア訓練海域での沿岸作戦活動に従事し、それはしばしばビュージェットサウンドから太平洋北西部における兵器。2回目の西太平洋配備からサンディエゴに帰還した1976年1月29日、トラウトは短期間の特別任務を楽しんだ。その後12月1日に母校をペンシルベニア州フィラデルフィアに変更するよう指令を受ける。 1977年から78年にかけて、トラウトは後半オーバーホールが行われた。1978年12月19日に、新型エンジン及びバッテリーを装備したトラウトは、退役し、同日除籍され、イランに売却された。イランでは、クーセの官名で収益する。イラン海軍の上院は、クーセをニューロンドンへ航行させたが、 1979年3月のイラン革命で空ーは放棄された。トラウトはフィラデルフィアで保管されたが財源問題が解決され1992年にアメリカ合衆国に返還された。トラウトの船体は1994年に水中戦術プログラム上級事務局に売却されロードアイランド州ニューポートに栄光された。続いて 海軍航空戦術センター航空機部門、キーウェスト部門によって取得され、遠隔操縦装置が取り付けられ、ソナー標的艦として、対潜水艦船演習における海中の音響標的として、調査実験、訓練に使用された。フロリダ州キーウェストでドック入りした後、トラウトはフィラデルフィアに牽印された。海軍はトラウトを博物艦船として寄贈するため保管したが、 全ての保存の努力は失敗した。その後海軍は寄贈リストからトラウトを外した。トラウトはスクラップとして廃棄されるものと考えられる。原子力潜水艦浮上せず架空の原子力潜水艦ネプチューンとして撮影に使用されている。ありがとうございます。